こんにちは、ホタルです。今回ですね、やっと私、屋敷レベルが18に到達しましたので、屋敷レベル18でですね、新武将が登場しますので、そちらの紹介と、まあ、1体は欲しいので、そちらのガチャをやっていこうかなと思います。屋敷レベル18で、最上のところの、義明の妹ですね、で、政宗の母ちゃん。の、義姫が登場します。で、性能というか、まあ、天部は850で、性能はこちらになってます。まあ、850でも、まあ、ステータス的には低い方ですかね。で、適性がですね、騎馬が S の、鉄砲が B って感じで、で、あとは C になってますね。で、戦法の方がですね、対象を含む敵3部隊の防御を20%低下させ、同様と秒読3%付与ですね。同様は、まあ、ソーンでおなじみの、戦法が発動しなくなる、戦法ゲージがたまらなくなるっていうやつですね。で、秒読っていうのが初めて登場ですね。一定時間ごとに残存兵力に応じて兵力が減るってことなので、そうですね。まあ、残存兵力なので、兵力ってどんどん減っていくものなので、まあ、だんだん効果が小さくなっていくっていうところはあるかなと思いますけど、まあまあ、おまけぐらいな感じですかね。3%ですし。で、敵2部隊に知略200%の攻撃、30秒の基礎連鎖は16%になってます。で、技能の方はですね、早掛けで軌道を上げれる王砲で、敵部隊に、壊滅時ですね。敵部隊に攻撃かける150%の攻撃を行うってやつですね。あれ、久秀とかが持ってるやつですね。自爆的な なんか感じに見えますけど。はい。って感じで、まあ問題はですね、まあ、大将春武将ではないので、まあ問題はこっちになるんですけど、縁西の方ですね。で、伊達、最上家ですね。まあこの S5 のメンバーが中心というか、SSR だとそうなっちゃうというか、そのメンバーですね。で、策謀家持ってますね。策謀家持ってんの偉いね。で、まあ、女性なので姫も持ってます。まあ、松とか、この前出た松とかともいいですね。あ、で、ちょっと飛ばしますけど、上城府とかでも、松とかいるので。はい。で、まあ、銀杏とかもですね、同じような感じです。で、鬼ですね。鬼も持ってますね。はい。ってことで、まあ、伊達、最上家と、策謀家で、お兄さんと会う感じ。で、伊達、最上と、北ですけどね。伊達、最上と、叙情符と、姫で北と3つ会うので、そこが一番相性はいいのかなというか、連鎖率とか。ですね、そこはいいのかなって感じですね。あとはまあ、伊達最上家とはまあ、つながりやすくはありますよね。はい、そんな感じです。で、秘伝の方を見ていきましょうか。こちら、交易に派遣した場合の獲得プラス5%、大成功確率プラス5%ってことで、まあ、内政系ですね。はい。こういう性能になってます。ちょっと新登場の武将なので、まだなんかどういう性能かっていうのが明らかにはそんなになってなかった武将なので、ちょっとご紹介させてもらいました。まあ、使い道としてはどうですかね。まあ、北の下とかがいいんですけど、ここの平価適性が全然合わないですよね。北はこの下2つが得意で、で、義姫は騎馬ぐらいなんで、で、この兵科適性を手つけないで会うってなったら、まあ、お兄さんの最上義明とかですかねっていう感じですかね。まあ、あとは鉄砲の教えとかつけて鉄砲部隊に入れてあげるとかはいいと思います。はい。で、提供割合の方見ていきますか。通常枠がこちらになってて、通常7%ですね、SSR。で、最上義明が0.19%、他の天部900が0.019%なので10倍出やすくなってます。で、義姫の方がですね、0.75%、他の天部850は0.075%なので10倍出やすいですね。まあ、いつもの感じ。で、SSR 確定が10回ごとにありますので、まあ、そちらの方だと、
最上義明は 4.76%。他の10倍で安い。で、義姫の方が 12.5%。これも他の、10倍で安いですね。で、手向き100確定は、最上義明が 47.6% ですね。これも他の10倍で安いですね。という感じになってます。まあ、最上義明を重ねたい人は、やっぱここで狙うのがいいと思いますが、まあ、私の場合は、義姫、母体がゲットできればそれでいいかなっていう感じなので、まあ、そんなに長くならないはず、ならないはずのガチャ行きましょう。一回無料分引いちゃってるので、9体目に出てきますね。確定枠は。SSR 確定枠ですね。まあ、50回ごとで天秤フェア確定きますけど、そこまでは多分引かないですね。SSR 確定のところが女性シルエットじゃなーい。はい。はーい。はい、あと5枚いきますか。これで出てほしいんですけどね。1周年の後半の、セールというか、あれが来たので、そっちの方でちょっと買っちゃったんですよね。天部900を選べるやつ。シーズン4より前に登場したやつの、限定武将は除くっていう感じじゃないですか。あれは買ったので、まあ、あんまりこっちで課金したくないですよね。はい、確定枠です。これで20連になるのか。で、12.5% なんで。おー、厳しいですね。厳しいですね。はい、10連いきます。お、2枚。いやー、マジか。女性シルエットがないんす。なんで吉田つこんなんで。あー。これは、あれですね。まずいですね。まずいですね。いや、マジか。いや、吉姫はいるんすよ、母体は。うおー。いや、これ。天井じゃん。マジか。はい、ちょっと追加してきました。いや、なんかテンション下がったな。はい、行きまーす。確定枠 12.5% 出ないの？まあ、でも、そっか。いや、これはひどい。ああ、まあ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 。まあ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 、ここはね、ここはちょっとね、せめて出てもないと。マジか。わ。やっと解放される？よっしゃ、よかった。この手は太平をつかむためにあり。はい、ということで60連かかりましたね。はい、まあ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 天井で最上が来たから、まあね、そうねって感じですね。いや、10連か20連で終わるつもりだったんだけど。はい。で、軽く、周年のパックの方にも触れておきましょうか。まあ、ですね、ポイントのやつが溜まってくんで、この大喜利のやつですね。
まあそっちの方も見てもらって、まあそうですね、毛利元就とかのもうまあ50ポイントとかですけどありますし、80ポイント最後、最後か、最後から1個手前かな、80ポイントかなんかで、まあ同説とか基調とかの有効度1000とかも選べるやつがありますので、まあまあそこまで行く人なら、まあそこまで行かないと、買う人ならそこまで行かないとなって感じではあります。で、まあこれの、まあ、ポイントもなんですけど、まあ、おすすめ的なやつで、まあスタミナとかがついてるんで、で点入れもついててっていうのがあるので、まあ、そこで買っとくのはありかなとは思います、普段課金する人はですね。で、まあそれプラスこれのあれもありますからね。で、まあ、ここの一品セットのところとかもあるので、まあ、この中だったら日光一文字がおすすめかなとは思います、ね。北条総雲とかにつけるといい感じのやつですね。っていうのと、で、まあ、一番おすすめはやっぱもう私買いましたけど、これですね。これが、まあ、交流ついてくる、点入れついてくる、まあ、12ポイントもついてくる、スタミナ代もついてくる。で、ここですね。武将900 S5 で、S5 の武将は入ってないですけど、シーズン4までの、常設っていうか、名称登用上に入ってたやつ、入ってたことがある武将の有効度を1000もらえるっていうやつですね。はい。こういうのが来てますんで、まあ、課金するんだったらここ、これかなとは思うんですけど、私は、鉄の部の、有効度にしました。で、ポイントのやつがこれですね。まあ、最初の方はそんなに、これ結構お得な気がしますけど。最初に、そんなになんですけど、まあ、元地下の1000か、名称10かとか。で、まあ、20からはこっちになって、で、同じように戦ってたやつですね。があって、50で元就かっていうやつですね。で、80が最後か。80が最後で、このさっきの3人のやつか、同説か基調の線が選べるってやつですね。はい。まあ、こういう、販売が来てますんで、そちらの方も合わせて、チェックしていただければと思います。まあ、さっきの11,800円で買える天武900の有効度1000が一番お得かなとは思います。あとはもう点入れが50個とかついてくるんで、もうなんか、毎日そっちでちょくちょく買ってくのもいいんですけど、まあいろんなのがついてくる、ここで一気に課金しとくとかいうのもありだとは思います。はい、以上になります。義姫ですね。まあ最初からはいなくて、屋敷18で今のところそこでしか手に入りませんので、まあそちらも性能とか見て計画立てていただければと思います。本日はこれで以上になります。それでは。